こんにちは、ヨーガ講師のタカです。伝統的なヨーガの教えに基づくインド占星術によると、今後12月までの間の星回りの影響、残念ながらあまり良くないんです。で、今後12月までは星回りの影響で多くの人に混乱が生じやすいんだそうです。なのでね、気をつけた方がいいですよ。ただね、この大変な時期にもかかわらず、今後12月までの間で運が良くなっていく人たちもいるんだそうです。羨ましいですね。もしかしたらあなたがそうかもしれません。なので是非ね、この動画を最後までご覧いただいて、あなたがその幸運の持ち主なのかどうかを是非チェックしてみてください。ヨーガの行者たちは5000年以上も前から、星回りの影響が僕たちの体や心、社会にどのように影響があるのかということをもうずっと研究し続けてきました。で、その結果、これら9つの惑星が僕たちに病や災いをもたらしたり、あるいは逆に幸運や喜びをもたらしたりするということがね、分かったようなんです。で、これは9つの惑星のマンダラといって、そういうその惑星のね、良くない影響を取り除いてくれたり、逆に惑星の良い影響を増加させてくれる、お守りみたいなもんです。で、僕の家にもね、これ貼ってあります。もうね、皆さんにはもうプレゼント、このマンダラ大画面でお届けします。もうぜひこれを写メに撮ったりしてね、その待ち受けにしたりとか有効活用してください。で、こんな感じでもう古代からこれら9つの惑星が病や災いをもたらす神として恐れられたり、逆に幸運や喜びをもたらす神として崇められたりしていたんです。今ね、僕たち人類がコロナウイルスの影響で苦しんでいるのは、この巨大な惑星である木星と土星が同じ部屋、同じ星座に入っているからだと、インド占星術たちはもうみんな言っています。特にこの土星の影響が強いようなんです。だから土星というのは古代からね、ヨーガの行者たちがもう人間の力を超えたようなパワーを持つ神様だとして恐れられたり崇められたりしてきた存在なんです。そこでね、今回はね、この土星の僕たちに対する影響、土星のパワーを理解するために、土星にまつわるヨーガの神話を紹介したいと思います。こちらは太陽神、太陽の神スーリアです。で、この太陽神スーリアのところにある女神様が嫁ぎます。で、仲睦まじい2人の間には4人の子供ができます。にもかかわらず、この女神様がある時急に蒸発、いなくなってしまいます。なんででしょうか。これ太陽なんですよ、太陽。皆さんちょっと想像してみてください。あの空に輝く太陽がいつもあなたの家にいて、あなたと生活しています。どうなりますか。眩しいんですよ。もう眩しすぎる。で、ある時に女神がね、もう眩しすぎると、もう嫌だと。で、逃げちゃうわけです。それまでどうやって生活したんですかね。4人も子供できちゃってね。眩しい以前に暑すぎると思いますけどね。だからもうある時その眩しさが嫌になって、もう逃げようと思ったわけです。ただね、何も言わないで黙っていなくなっちゃうと、当然旦那さんが探し出そうとします。で、また見つかっちゃったら、うわー眩しいってなっちゃうんで、そこで女神様は自分の影から自分そっくりの分身を作って、そしてその分身を置いて自分は森の中に逃げてしまいます。全くね、瓜二つなんですよ。まるでコピーロボットで作ったみたい。で、このね、分身とスーリア、旦那さんとの間にできた子供が土星なんです。で、このね、女性、この影でできた分身、崇拝してる神様がシヴァ神。で、シヴァ神はヨガの神様であり、苦行の神様なんです。でね、身ごもってお腹がね、大きいにもかかわらず、だから土星ちゃんがね、お腹の中にいるにもかかわらず、シヴァ神に捧げるために激しい苦行を続けるんですよ。お腹大きいにもかかわらずですよ。めちゃめちゃ激しい苦しい苦行をします。で、なんでかって言ったらね、古代から苦行をしてね、苦行が成功するとシヴァ神から恩寵が与えられて、とんでもないパワーが身につく、超能力が身につくと言われていたからです。で、めちゃめちゃ激しい修行をした結果、もう激しい苦行の結果ですよ、生み出されたのがシャニ、土星です。シャニというんですよ、ね。で、そのお母さんが身ごもってる時にもうとんでもない激しい苦行をし続けたので、シャニちゃん土星はもうげっそりとして、そして真っ黒い姿で生み出されたんだそうです。で、しかも当然苦行の結果なので、とんでもないパワー、とんでもない超能力を身につけて生まれました。でこの土星はね、どんなパワーを持っているのか。この土星とガネーシャの神話があります。でこのガネーシャはヨガの神様で一番有名な神様です。でガネーシャね、首から上が象で下は人間なんです。不思議な神様ですよね。もともとはね、もともとは頭も人間だったんですよ。これは生まれたてのガネーシャちゃん、象の顔じゃないですよね。可愛らしい赤ちゃんだったんですよ。でお父さんがね、シバ神なんですよ。だからシバ神と女神様の間に生まれたガネーシャちゃん、由緒正しい神様なんですよ。そこでこのガネーシャちゃんのね、誕生を祝って、でもう全ての神様たちを呼んでガネーシャちゃんの誕生パーティーを行います。もうあらゆる全ての神様を呼ぶんです。ということは神様の一人であるシャに土星も招待されます。でところがですよ、このね、お祝いの席にもかかわらず、このシャニ君、土星はもうずっとうつむいてずっと下を向いてるんですよ。なんでかというと、このシャニ君はね、これお母さんの苦行の結果、とんでもないパワー、見たものを破壊するというね、とんでもない力が身についてしまったんです。だからそこでもう誰も見ないようにしてもうじーっと下を見てるんですけど、お母さんがその態度に気になるわけです。なんで私の可愛い赤ちゃんのお祝いなのに、この赤ちゃん、こんな可愛い赤ちゃんを見てくださらないの、見てよ、この子のお祝いなんだから、もう食ってかかるわけです。さすが苦行の神シバ神のね、奥さんだけあって、この女神様ね、気強いんですよ。だからこのシャニ君はね、気が弱いんですよ。であまりのね、お母さんの剣幕にもうついついガネーシャちゃんをちらっとこう見てしまいます。その途端にガネーシャちゃんの頭が吹っ飛んでしまったというとんでもない神話ですよね。それでこの女神様、お母さんがもう嘆き悲しむわけです。でそこでビシュヌという神様、ビシュヌという神様はあらゆる秩序を保つことができる、保つための神様ですから。だからそれがかわいそうだなということで、どこかから象の頭を持ってきて、でガネーシャちゃんにくっつけてあげたというお話です。以上の神話のように、この土星という神様は破壊だとか障害をもたらすようなパワーを持っているんです。でこれね、神様なのに全然ありがたくないですよね。いや違うんですよ。この土星という神様は僕たちに障害だとか困難なことを乗り越えさせることによって成長させようとしている、カルマを解消させようとしている、そんな神様なんです。で今ほら、僕たちは非常に大変なことになってるじゃないですか。これはだから土星が僕たちのカルマを解消させるため、土星はね、神話の通り苦行の神様ですから、だから僕たちに今ね、苦行をさせているんだ、そんな見方もできるかもしれません。でこの土星のね、こういうパワーが最大になる時があります。それは12個の部屋、12星座のうちヤギ座の中にいる時なんです。これはインド占星術のヤギ座、これヤギなんでかというと、このヤギ座を支配しているのがこれ土星だからなんです。でヤギ座は12個ある部屋の中で唯一土星の家なんです。だから土星がこのヤギ座の中にいる時には、土星のパワーが全開、破壊だとか困難だとか障害、そういうパワーがめちゃめちゃ強くなるということです。で今ね、土星がね、ヤギ座の中に入ってるんですよ。じゃあこのね、土星いつからヤギ座の中に入ったのか。昨年です。2020年の1月の20日に土星がヤギ座の中に入りました。でこれただね、これはインド占星術の場合です。インド占星術と西洋占星術、星座の位置が23度ほど違います。だからインド占星術の場合はね、去年の1月の20日に土星がヤギ座の中に入ったと。じゃあいつ出ていくのか、いつまで滞在するのか、来年です。2022年の4月の28日まで土星はヤギ座の中にいます。で僕の友達のインド占星術師マハビルによると、土星がヤギ座の中に入る前後2ヶ月ぐらいに、この土星のパワーがめちゃめちゃ強くなるとインド占星術では言われているそうです。ということは1月の20日の2ヶ月前、だから2019年の11月の20日から影響が強くなる。だから2019年の11月の20日、確かそれぐらいの時に中国でそのコロナウイルスが発見されたんではなかったでしたっけね。となればですよ、そしたら来年4月の28日の2ヶ月後、6月の末ぐらいだから来年の6月の末ぐらいにはコロナウイルスの影響がなくなってるかもしれないということですね。これは期待できますね。一方でインド占星術ではもう一つの巨大な惑星であるこの木星の影響もものすごく強いというふうに言われています。木星は神々のグルの星というふうに言われています。グルというのは師匠だとか指導者。だから神々の師匠、神々の指導者が木星ですよ。だからとてつもないパワーを持ってるんです。拡大だとか成長だとかチャンス。だから木星はものすごくポジティブな、ものすごく幸運なパワーを持っているんです。ところがですよ、この素晴らしい木星のパワーがね、木星が力を失ってしまう時があります。それはどういう時かというと、土星の部屋であるヤギ座の中に木星が入ってしまった時です。その時はね、木星のパワーがなくなってしまうんです。じゃあいつこの木星がヤギ座の中に入るのか。一旦出ていたのが再び9月の15日に入ります。そして11月の21日までヤギ座の中にいるんです。わかります？だからね、この9月の15日からね11月の21日までの間はこの木星のパワフルな、そしてポジティブなパワーが一切なくなってしまうんです。これ大変じゃないですか。でその期間土星は自分の部屋ヤギ座の中にいるので、土星の破壊的なパワーが全開になっているということなんです。だから僕たちがもうカルマを解消するような出来事、大変なこと、試練がねいっぱいあると、いっぱい起きるということなんです。なのでこの木星と土星が同じヤギ座の中にいる時はさまざまな混乱が生じると言われているようです。例えば疫病だとか自然災害だとか食糧危機だとか戦争だとか経済崩壊などなどです。12月まではね要注意です。そしてね、僕たちはねこの時期判断ミスによる混乱がね生じやすいんです。で具体的には必要以上にネガティブになりやすい、必要以上にネガティブな判断をしてしまいがちなので、これは本当にねみんな要注意です。でこれ大事なことはですよ、この世の中にはいいことも悪いことも絶対あるんです。ね、いいことしかない。ただ人生の中でいいことしか起きないなんてことは絶対にないじゃないですか。そうするといい時はほっといてもいいんですよ。だから悪い時にいかに無難に過ごすのかというのがこれすごい大切になります。例えばほら野球でもね、その名将と言われてる人たち、例えば野村監督、必ず負け試合を作ると言いますよね。だから全勝は絶対無理ですから、これは負けていいってやつを作るんですよ。それと同じです。で僕たちの人生の中でも当然悪い時期っていうのは絶対ある。で今がその時期だと思えばね、じゃあいかにこの悪い時期、良くない時期を無難にこなすのか、試練をどうやって克服していくのか、これが大事で、そういう教えはねヨガの中にいっぱいあります。そういうテクニックはヨガの中にいっぱいあります。だから僕のチャンネルではね他の動画もぜひチェックしてください。そういうこの大変な時期にどうやって過ごしたらいいのかというね、そういうヒントがねいっぱいありますから。そしてねこの時期、今の時期12月までこの大変な時期、どういうマントラを唱えたらいいのか、どういう食べ物を食べたらいいのか、どういう食べ物を食べちゃいけないのかという情報も今後出していきますから、もう楽しみにしてくださいね。要チェックですよ。ただね、そうは言っても僕の友達のマハビルによると、このね多くの人にとって大変な時期、多くの人にとって試練な時期である12月まで、なんとねなぜか運が良くなってしまう人たちがいるんです。これ羨ましいですよね。だから12月まで運が良くなる人発表します。お牛座と乙女座の方です。これはインド占星術から見たお牛座と乙女座の方です。インド占星術の場合のね星座はね、自分が生まれた日と自分が生まれた時間と自分が生まれた場所から割り出すので結構ややこしいです。でただね、一応これからマハビルがお話ししてくれるそのお話を聞くことによってそのお牛座と乙女座の特徴を教えてくれますから、あ、私は乙女座に違いないとか思ってもらえるかもしれませんから、もうぜひ見てくださいね。でもしね自分で調べたければ今その無料でねインド占星術のその鑑定してくれるサイトがいっぱいありますから、そこで是非チェックしてみるといいんじゃないかと思います。それでは最後にマハビルのお話を聞いてください。どうぞ。いい影響の人いないのこの時期は。いい影響とは違って、例えばお牛座とか。お牛座はいいんだ。すごいいいと思います。お牛座の人はどんな人？お牛座の人はニコニコして。ニコニコしてる人。何考えてるか分からないで。あと乙女座。乙女座もいいの？乙女座の特徴というのは、あの人たちに何かいいことをしてもよくないし、悪いことをしてもよくないの。そのぐらい分かりにくい人間たち。一番12個星座で分かりにくい星座の人が乙女座なんですよ。そうなんだ。そうなんです。特徴というのはもうちょこちょこ意見が変わるとか、人が話してることがすごい真似してもいかに自分が話してるみたいに見せかけるとかという人が乙女座です。そうなんだ。でもその乙女座が今いくらそういうふうな状況が他のね星にあってもね、あの人たちがちょっと大きくなるために伸びるためにいい星回りです。乙女座の人とっていいの？乙女座の人とお牛座の人たちがいいと思います。乙女座の特徴なかなか分かんないです。分かんないです。本人が分かってるんですよ。本人が分かるんだけど周りの人は分からないです。その人に対してのなんか特徴がないなと思ってるんです。そうです。本人はじゃあ何、今からマハビルが言う言葉聞いたら私乙女座って分かるわけ？分かると思う。どうしてかというと、急に笑ったり急に泣いたり急に怒ったり急になんかさ、すごいスピリチュアルなこと話してる時だったら急にちょっとさ、わけのわかんない悪い言葉で喋ってるとかさそういうふうな人たちもいるの。一見すると情緒不安定みたいな、その通りです、思われる人なんだけど、別に情緒不安定じゃないんだ、その人。その通りです。全然不安定じゃない。逆に周りに心配かけて、自分が楽しんでると。あ、そうなの。そうなんです。そういう、なんか混乱したようなことを演じてるわけでしょ。演じてるとは言えないんですけど、でもそういうふうな役割を果たしてると。お牛座の人は、じゃあ、自分はこうだなって思う特徴ってあるんですか。お牛座の人も仕事すごい、商売すごい上手です。仕事が上手なんだ。商売すごい上手です。で、今仕事で成功してる人たち。まあ、結構世の中に、お牛座の人たちが多いと思う。そして、人当たりがいいんだ。そうです。そうです。なるほどね。そのお牛座と乙女座の人は。結構いいと思います。この時期は結構チャンス。